カール・マークス、1974、10、7ローストックで撮影、ハミーニマ、1983、フィンランド湾で撮影、リガ型フリゲートは、旧ソ連海軍、ロシア海軍が運用していた、警備艦の艦級に対して付与された、ナト o コードネーム。旧ソ連海軍での正式名は、五十型、警備艦である。また、役割から、護衛艦に分類されている場合もある。 本型は先行するコラ型フリゲートの小型化、連価版として開発された。コラ型は従来のソ連海軍警備艦に比して大型の艦隊に排水量の割に強力な兵装を搭載した優秀な戦闘艦であったがコストの高さが問題視されていた。このことから本型では排水量にして約200トン小型化するとともに、 b 3 4 0 0ト、mm、ル単装療養砲を一気撤去した。また対戦迫撃砲も、コラ型では、ロケット爆雷を使用する、先進的な部 -900 が搭載されていたのに、対し、やや旧式の部 -600 とされている。これらのコスト低減策が走行したのか、コラ型の建造が8隻で打ち切られたのに対し、 リガ型は68隻の同系艦が、春高思想の中から22隻が同盟諸国に供与された。さらに、中国で独自の発展を遂げるが、その原型が保管されている以外は80年代以降、ほとんどが退役したと思われる。41隻がカリーニングラード、20隻がムイコラーユ、7隻がコムソモルスクナアムーレで建造された。ありがとうございます。